はーい、ちっちゃいみんな、こんにちは。今日はアリケンのクリエイターサポートを教えるよ。アリケンのクリエイターサポートをすると、アリケンの体重が1人につき1キロ増えるよ。クリエイターサポートの ID は簡単。ARIKEN。N は1個、アリケンで入れてね。そしたらアリケンが太りすぎて爆発するよ。3、2、1、ドーン！さあ、ワイルドホークがやられて、さあ、コヨタだけになりました。さあ、コヨティ天変地異が、さあ、わーおー、 What？ さあ、武器が多すぎる案件が発動しているが、俺はコヨタ、武器を捨てて、ドラムショットガン捨てるんだ。さあ、危ない、ここはギリギリ生きている。さあ、いい立ち回りだね。さあ、下をアーマードウォールで囲って、さあ、周りを見ている。さあ、ローグラの敵をしっかりとショットガンとアセットライフルで倒して、さあ、ミストもゲット、資材も取って、さあ、一度ミストでアンチ外で回復している。さあ、耐えていくが、ここは目をつけられてしまったが、一段下に下がってミストをぶっかけて回復していきたいが、ワンボックス、さあ、目の前にいるが、ここしっかり階段を使ってうまく使い、さあ、うまいね、この子。さあ、カッキル入れて物資取りたいが、ここは取れない。目の前壊して移動していく。さあ、目の前は自分の壁。さあ、横壁取られたが、ミスター残り70。一度落ち着いてミストを自分にかけていきたい。さあ、残り資材は2枚。さあ、立ち回りがうまい。さあ、一度アンチ街に向かって、外側から大きくアンチの中に入っていきたい。パルクール決めて横から出てきたところ、しかしこれはいい感じに順位上げれたんじゃないのか。さあ、上と下の勝負。うわ、ストライクショットが一発当てて、相手はオートショットガンだけど、さすがにこうなったらこっちのドライカーの方が強いな。さあ、コヨタが1キルで11交換かな。さあ、SS さんとコヨタのバトルです。 1v1 です、これ。 1v1。 さあ、相手は SS だぞ。一発当てる。さあ、コヨタの方がいいダメージ出したね。一発先に当てる。一発、もう一発当てる。うますぎ、こいつうますぎ。さあ、残り人数21人。さあ、ワイルドホーク今シーズン休みますと言っていたのにもかかわらず、めちゃめちゃ動きは全盛期のまま。さあ、一体フォトナ勢の言う引退とかお休みとか一体何なんでしょうか。よくありますよね、フォートナイト勢引退します、3日後、フォートナイト楽しいとかね、そういうのがいっぱいあります。もう僕はね、フォートナイトの子供たちがね、引退だの、辞めますだの、高校に行きますだの、何もかも信じません。もう今まで何度嘘をつかれてきたことか。その嘘つきの中にこのワイルドホークさんもいます。今シーズンは競技をお休みしますと言ってるのにもかかわらず、 FNCS の予選最終日出るの2回目という。さあ、なんとも本当に、うわー、ワンボックス入って油断してるルイザナ倒していく。さあ、残り19パーティー。さあ、周りを囲んで、さあ、目の前ワンボックス、ここはワイコのお墨付き、得意な間合いでしっかり敵を撃破していく。さあ、これ小谷が倒しましたね。さあ、紫ストライカーにしてハイグラを落としていく。さあ、これは落とせた。ワイルドホーク、ここは登っていく。ハイグラカウンター一発に入れて、うますぎ。小谷の横からのカバー、そしてショットガンとサブマシンガンでノーダメージでハイグラを潰していく。さあ、上を取ったのは俺らだ。休んでる俺らが一番最強。休まなかったら一体どうなるんだっていうね、あの疑問があるのですが、さあ、ここでビクロイしたらワンチャン100ポイントを到達します。さあ、マウフィンたちも残っているぞ。さあ、バーサスリドルが始まるか。さあ、マウフィンチャグスポを使ってミニポまで飲んでいきたい。アーマードウォールがないので、さあ、回復できるかどうか不安だが、上からの車線、ワイルドオークたちの車線でしょう。さあ、マウフィン、さあ、これは熱いぞ。バーサスリドル来るぞ、マジで。さあ、リドル、ワイルドホーク、リドル、マウフィン、 A2 コヨタ。さあ、リドル、アスナ。さあ、リムルもさあいるぞ。 A2 バーサスリドルのバトル。さあ、ここはマウフィンアンチガイをしっかりワイルドホークが倒して、さあ、もう一度上に登っていく。さあ、残り 2v2。 これはさすがに相手残ってるのはワイルドホークとコヨタ、絶望のリムル、さすがにこれは折れるのか。さあ、リドル VSA2VS リドル、あー、さあ、競技をお休みしているはずのワイルドホークさんが
FNCS 予選、ウィーク2の最終日、ビクトリーロイヤルです。おめでとうございます。財布をもらって、さあ目の前ワンボックスに入ってきた。ここは2人でどうにか対処していきたいところ。さあ横からの漁夫が刺さってやられてしまったが、うわ降りたところを、なんだ何のショットガンだ、さあドラムショットガンで一気に削られていった。やはりこのゲーム今一番強い武器はドラムショットガンか。さあジェニウス、ティンカーベル残っている。さあお互い2人ずつ残っている。残り4パーティー、222。さあ上では3人、さあ1人倒して、ここはユキが撃破。さあ CCC ゾンジョが下に降りてきた。さあバモスクッキーが勘違いで回復してる中、まだま下に 2v2。 さあ CCC ゾンジョたちは下のティンカーベルたちを倒さないといけない。さあティンカーベルたちローグラで耐えることができるのか。一応ミスト150あるので勘違いに走ることは可能だが、資材がないので打ち下ろされてしまう可能性あり。さあバモクキがさあこれは詰められて、さあ一気に順位を、さあ2位を上げて、いいですね。オンデルでさあ読み方がわからないが、これはアンチ街に向かってくる敵をさあ打ち下ろして、うまいぞ今の。さあもう一度アンチ街に逃げていく。さあ削られたら死んでしまうが、ここはさあ走って、これ50も入るよ。これカッキルの 50回復も入るので、さあ早く隠しが欲しいが、あー隠し間に合わず、メリー城とさあ CCC が勝っていきました。おめでとうございます。さあ上に登って目の前にあるルナがいる。さあここは落としていきたいリムル。さあもう後ろにはワイルドホークたちが近づいてきている。ミニポロンで目の前ブユリルが落ちてくるところ、しっかりワイルドホーク撃破。現在4キル目。さあこれでほとんどマーフィンたちに追いついたのかと思いきや、さあリムルもしっかりキルを取っている。さあローグラにいる敵を倒していきたいワイルドホーク。ここは気づいているのでプレリと、さあ建築を置いて目の前コヨタがワンボックス、うますぎ160ダメージで、さあコヨタも生き残っている。さあミストを使って、さあ目の前の敵うますぎる、エディットして戻ってミニポをしっかり飲んでいく。さあキルを取ったぞワイルドホーク、1キラ取っている。さあギリギリまで回復して、さあ目の前うまい、150ダメージ入れてが行くが横からの射線、さあこれは痛すぎる。ワイルドホーク生き残っている。うわあここはルナがやられちまう。さあルナペポが生き残っています。さあルナペポ2人で生き残っている。さあお互い3キルずつ。さあ残り6パーティー、これはどこだろう、セカンドハイ、横には敵一瞬見えて、後ろのスティッキーをしっかり2人でフォーカス合わせて倒していく。さあハイグラにはザゴーと SLOTSTK がいるが、さあハイグラをどう取り返すか見ものです。これはさあここは資材がないのでローグラを選択、しっかりとペポがボコしている。さあペポ5キル目が入りました。残り3パーティー、お互い2人ずつ、さあ賭けはありません。さあザゴーを落として、さあペポここは足場が悪いか建築して進んでいく。さあここは一気に上を取りに行く。残り資材13枚でどこまでいけるか。さあ目の前 LODSTK 倒してかけるまで入った。さあチャグスプ拾って、うまっ、さあチャグスプ使って、さあもう一度アンチ内に入った。さあ真下に一人いるのは気づいている。さあルナは一応アンチ外でどうにかこうにか耐えている。さあ残り一人バムリー。さあここはルナがやられてペポが 1v1 だが、さあオートショットガンで一気に削って、さあ残り1ダメしっかり削り取って、合計で13キル。アルバの乙女シュートの相方がルナを落としていく。さあペポルナが落ちてしまった。さあそして147、これもやばい、ラルーたちがめちゃめちゃポイント稼いでる。さあこれマーフィンたちを追い抜いて1位を取るんじゃないのか。ラルーたちがキルポ取って2位か1位入れば120ポイント稼ぎます。さあもっとキルポが欲しい。さあここはシュートがハイグラを取り返して、さあうわ目の前の敵ショットガンで落としきる。さあ資材も少し増えてハイグラをキープ。さあ相方の乙女も生き残っている。チャコップをかけて、さあ残り5パーティー8人。さあシュートたちビッグロイチャンス。さあ111ポイント、勝てば120ポイントいけます。さあ1位争いにさあ参加できるか。シュートここで勝てば1位を狙えるラスト1試合に参加できるぞ。
さあ下にはジャエモンたちがいます。さあ現在お互い6キル取っている。キルポン申し分ない。ハープンガなんかないので取れないが、ここは手堅く1を取っていきたい。さあ残り資材が1枚と0。さあ資材がなくなったか、なくなりましたが、フォートナイトね、あのパルクールできるんで、こういう風に登れることができるんで、さあ資材がなくてもいけるが、資材がない道がたどり始めたらちょっと危ないね。さあお互い2抜いて、ここは健在なしでカウンターを決めないと負けてしまう。さあ回復勝負されても負けだし、さあ最後の資材を使ってリロード。さあ突っ込む用意はできた。さああとは突っ込むだけ。さあ相手が横から登ってるところを倒していきたい。まずシュートがサブマシンガンで倒して、残り1人登ってきてるの見えている。ショットガンを構えて、カッキルを入れたい。カッキル入れて資材が増えた。あー最後資材がない。さあボブが上で頑張っているが、ペポからのアストルトライク。さあ落ちてきたのはボブたちだぞ。これ違う、誰だ、分かんない、ボブかこれ。さあしかしなぜか生きているルナペポ。いやー横からのヘイトが、さあここはルナがやられて、さあペポが、うわーアンチがいか。さあ何かでやられてしまった。さあ誰だ、さあボブの相方が生き残っている。さあアレンが生き残っているぞ。さあ目の前の敵にショットが一発あって、残り次第は0枚。さあ倒さないといけない状況。横からザジの一発。さあ残りの1人もストライカーショットガンで、さあ倒していくか。なんか3パーティー残ってない、あ違う2パーティー3人か、びっくりした。さあ木を壊して、さあタイヤは、さあバレている。ここは一気にフォーカスして勝っていったのは BLT マインディーさんが勝ちました。ちょっと読み方間違ってるかどうか分かんないけど、おめでとうございます。さあ予選に見ていきましょう。初心ランキングキー、僕たち来週頑張れ。さあ1位マインディ、2位にルナペポ、192エッグいな。さあ3位がラル、そしてマウフィンたちもクオリファイ、おめでとうございます。そしてタイヤ、最後ビクロいなかったらこれいってなかったね。2位か、そう150ポイントで、ここがクオリファイでグランドファイナル。見てくれた人ありがとうございました。お腹が減ったので終わりにしたいです。それじゃあ最後はコメント欄またなで埋めてください。お疲れ様でした。またな。